ただ踏み込んだだけで、環境も戦況も全部ぶっ壊しやがって。たく、ふざけてんな。ベヒモスの4脚が同時に爆発する。でも残念、相手が悪かったな。俺たちの空間魔法で全員避難済みだぜ。血を揺るがした一撃で倒れた者は一人もいない。もう一度、左後脚を大地に踏み込み、凄まじい破壊力で小人を壊そうとする。だが、やはり誰にも当たらない。先ほどのように、全員が事前に動いているのではない。急に、小人どもが消えては現れる。避けれないなら、俺が避けさせてやればいい。キアナの魔法。空間魔法で、戦況のすべての人間を支配し、回避を担う。バカ弟子、これでお前はまだ戦える。だが、本当にいいのか？この魔法の反動は。大丈夫だ。わかってる。全部だ。支援可能な魔法全部くれ。いいだろう、お前に任せてやる。身体強化、腕力、脚力、肉体制御、動体視力、血流休息、内臓硬化、自然治癒、仮想魔性器官、魔力循環、循環効率上昇、強制自動回復、通覚鈍化、指揮効用、思考強化。これが最後の魔法だ。何時、死に向かう愚者、されど恐れることなかれ。何時の死は、必ず報われる。ある英雄譚、強敵を前にした英雄に贈られた言葉だ。言ってこい、バカ弟子。そして、絶対に生き延びろ。おう、少年の体が消える。その時、戦場に白銀の流星が走った。よう、あいつに代わり、ダンスのお誘いだ。忌々しいウサギが舞い戻った。先ほどよりもより白さを増し、ベヒモスが怒りの方向を放つ。せっかくなんだ。受けろよ、黒き獣。恵みのフランベルジュによる切り払い。その威力は筆舌に尽くしがたく、ベヒモスの体躯が傾く。そして、その一撃は、士気が高まるには十分だった。おいおい、いいな。一体どんな魔法を使ったんだ？恵みの傷も疲労もなかったみたいだぜ。復元の魔法だ。それって、おとぎ話とかに出てくるあの時戻しの？さすがは、晩食の魔女だぜ。お前本来の魔法、あれマジでずるいよなぁ。5本。まあ、とにかく、おとぎ話の魔法か。ああ、と言っても、小説のような万能な魔法ではない。確かにこの魔法の現象は、治癒や回復といったものでなく、時を戻すことにより、なかったことにすることができる。おいおい、最強の魔法手に入れたな。だが、その反動として、使用者の魔力、または、任意で解除した瞬間、復元前に戻る。それまでの疲労も痛みも引き継いで。それ、今の恵みなら、一歩間違えれば死ぬぞ。わかってる。その上で使用したんだ。ドワーフども、あの銀星に続けー。今の俺はいつまでこの状態を維持できるかわからない。だから、一撃だ。今できる最高の一撃で勝負を決める。恵みが着地し、再び跳躍をしようとした瞬間、ベヒモスの足が、真上にまで迫っていた。再び大地が踏み鳴らされた。が。だから、無駄だっつってんだろ。キアナの魔法により恵みは回避に成功する。だが、また真上に脚部が迫る。おいおい、そりゃ、脳筋すぎんだろ。学習したベヒモスが取った行動。それは、四脚による絶え間ない踏み抜き。どこまでもシンプル。ベヒモスだからこそ、脅威になり得る自義がごとき対処法。素早いウサギも、これならば殺せる。ベヒモスの敵意は、今や恵み一人に向いている。何度も行う踏みつけ、その一部で、確かな違和感を覚える。己の足が、血に触れていない。バッハ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 、血の王何するものぞ。わしら血の底に住みし規定の住民、貴様ごとき、支えられんわけなかろう。ドワーフの集団が、恵みをかばうように、ベヒモスの足を受け止め続けていた。マジかよ。力のある種族だとは思ってたが、こんなにすごいとは。さすがにわしらだけじゃ無理だぞ。まったく、魔法とは小生意気にもすごいな。戦場全体に音楽と歌が広がる。四季紅葉の歌、めぐみちゃんの強化はイーナちゃんが、なら、その他の全ての人間の支援は、私の出番よね。だが、もう持たん。黒影さえずるな、わかっている。貴様の踏む地は、すでにこの私の領域だ。落ちるがいい。血の王よ。突如として、ベヒモスのバランスが大きく崩れる。その片足は、
漆黒に塗り替えられた大地に沈んでいた。私をただの剣士だと思ったか？残念だったな。私は魔法剣士なのでな。あの三人ほどではないが、魔法も得意なのだよ。さあ、ベヒモスよ、驚愕している場合ではない。天を見上げよ。そこに、貴様を焼く総国の太陽が輝いているぞ。見上げた先にいるのは、やはりあいつだ。何度鬱陶しいと思ったか。己にここまでの劇場を起こさせた初めての敵。普通の炎じゃダメだ。悪魔の炎、あの力じゃなきゃ、太刀打ちできない。俺の力が必要か？てめえは引っ込んでろ。恵みを中心に総国の炎が放出され、それはまるで、太陽のようであった。収束しろ、フランベルジュ。炎は一本のウィースに集まる。そうして、すべてを収束したとき、ウィースの様相はまるで違うものになっていた。カエルラフラム、アペルブース。一筋の光が落ち、クリトルリ色の太陽を生み出す。太陽は次第な音のうなりを響かせた。誰もがその恵みの炎の創生から収束までを、固唾を飲んで見守る。総国の炎は消え去り、見る影もないほどに焼け焦げ、一塊の炭のようになっていた。ふぅ、疲れた、火事場にこもりてぇ。ドワーフの少年がその場に座り込むのを皮切りに、冒険者たちはその場に座り始める。ああ、私も、明日一日は武器の手入れに使いたい。黒炭のようになったベヒモスがボロボロと崩れ落ちていく。それを見た戦場の全員が安堵に胸を下ろす。終わったわね。長いようで短かったわ。正直、恵みがいなきゃどうなるかわかんなかったな。あいつだけが、良い意味で道だった。キアナ、帰れるぐらいの魔力は残っているか？ああ、それは残ってるが。もう少しゆっくりしていこうぜ。人類初の快挙なんだからな。まあ、そうだな。誰もが休息をとっている中、とある者たちが臨戦態勢をとる。北方に住む冒険者たち。そして、恵み。おい、黒影よ、今の。ああ、聞こえたぞ。全員、警戒。ドワーフの雄たけびの警告。それとほぼ同時にその場の全員が驚きの光景を目にする。確かに崩れていた巨獣の体。だが、それはまだ崩れきっておらず。それどこらか、その崩壊は止まっている。こいつは生きている。そして、あの一撃が来る。魔女も賢者も置いて、恵みたちが即座に気づいた理由。それは、単にベヒモスとの距離の問題ではなく、魔法や魔力に頼りきらない戦闘を送り続けていた。故に、気配に敏感であり、そのあまたの戦闘経験から、死んだふりをする生物とも戦ってきた。そのすべてが、魔女たちすらも騙しきったベヒモスに気づいた理由であり、体を動かせた理由だった。まだ強化の魔法は続いている。一撃なら止められる。その瞬間には、全員の視界も感覚も完全に断たれる。いてぇ。何が起こったんだ。恵みはゆっくりと体を起こす。その視界に飛び込んできた光景に絶句する。なんだよ。これ。はは。地形どころか、環境ごと変えやがった。あらゆる希望も生命も、尊厳を捨て、威厳を作ろうのをやめた。己以外の存在を否定する。破壊の化身の誕生。絶望、失意、悲観、遠征、昇魂。誰もが武器を下ろし、歌をやめ。絶対の破壊を見上げる。ここまでだな。全員、戦意喪失状態だ。あの時と一緒だ。逃げればいい。なんて、そんなわけにいくかよ。別に、知らない奴らが何万、何十万死のうが興味ねえ。だが、ここには師匠がいるんでね。恵みの体から、ゆらゆらと炎が立ち上る。我が身は、一抹の炎。この魂を燃やし、我が身を優勢となす。放たれた炎は、もう一度収束する。そうして、恵みの周りの空間がねじ曲がる。まるで蜃気楼のように。今の俺にできるのは、自爆覚悟のゼロ距離による悪魔の炎の解放のみ。ごめんパチェ。もうそばにはいてやれない。もう少し、お前の成長を見てたかった。けど、お前はパチェの邪魔になる。ベヒモスを見据え。炎の優勢が走る直前、光の線と水の竜がベヒモスを襲う。これは、まさか、空を見る。そこには、
来たわよ。めぐみ。手のひらかざし